ジュノー国際空港はアメリカ合衆国アラスカ州の州都であるジュノー市街から北西 21km の地点にある公共空港。アラスカ航空が多くの路線を運航しているほか、この地域での荷物や人の移動など大きな役割を担っている。ジュノー国際空港の面積は264ヘクタールでアスファルト舗装の滑走路1本のほか、 水蒸気が離着陸できる着水帯が滑走路に並行する形で設けられている。2006年度には年間で153,010回、1日平均419回離着陸が行われ、うち70%がエアタクシー、24%がゼネラルアビエーション、5%が定期航空便、1%が軍用機となっている。また、 ジュノー国際空港を拠点とする341機の航空機のうち82%が単発プロペラ機、10%がヘリコプター、6%が総発プロペラ機、1%が軍用機、そしてジェット機と長距離動力機がそれぞれ1%以下である。アラスカ州南東部は非常に険しい地形が多く空港を建設することができるような 平らな土地はとても貴重なものであった。現在、樹濃国際空港があるのは、こうした限られた土地のうちの一箇所であるが、同時に多様な生態系を持つ重要な地域でもあり、様々な植物や小動物、鳥類の他にも、アメリカグマや数種類のサケ、そしてアメリカ合衆国の国鳥である白桃和紙も生息していた。 最初にこの地に滑走路が付設されたのは1930年代で、あるが当時は環境調査などは行われず、また限られたエリアに空港の施設すべてを建設しなければならないために、カスティノー海峡の一部を浚渫するなどしていた。現在でもアラスカマリンハイウェイやインサイドパッセージと呼ばれるアレキサンダー諸島周辺を走る貨物船の航路を除くと、 航空機が外部からジュノーへ行くことができる唯一の方法である。このため空港ではシアトルやアンカレッジといった大都市との航空便をはじめヘリコプターや水蒸気による周辺域への航空機も多く発着しており、過去には小規模な空港でたくさんの交通量を扱うジュノー国際空港の安全性が問題視されたこともあった。この指摘を受けた空港は 旅客ターミナルを大幅に改良し、以後20年の旅客像に対応させる、空港での安全性を高めるために除雪装置を充実させ十分なスペースを確保する、滑走路の両端を延長することで滑走路のセーフティエリアを広げ誘導路をアメリカ連邦航空局が定めた基準に適合させる、という3つのプロジェクトを始動させた。ありがとうございます。